こんばんは。こんばんは。ジェイナチャンネルです。わあ。わあ。今日はですね。元気あんな。山田涼介念願の元気あんな。キャンプに行きたいと思います。しゃあ。いつになく元気っすね。キャンプ行きたかったよ。ずっと行きたかったよ、キャンプ。いや、後ろの2人遠いな。気持ち片方外れてるよ。いや、そういうやつですよ。つけてあげるよ。いや、大丈夫、そういうやつなんで。そういうおしゃれ楽しんでるんですよ。つけようって。いや、危ない、危ない。清掃にしよう、清掃に。清掃とかないでしょ。動画なんだから最中。かわいくなっちゃった。かわいい。やってるよ。キャンプ行くの、今日。今日キャンプ行きます。ゲロ早なんだけど。ゲロ早っす。いや、早いっすよ。これぐらいからやんないと、キャンプは。やっぱり言ってましたもんね。はい、キャンプもずっとやりたいって言ってたんで、念願のなんで2時間ぐらいかかるので、今日はちょっと運転、2時間、はい、あの風磨が運転全部してくれるみたいな。いや、俺はいいんですけど、違う、全然乗ってこないですね、運転手さん。運転手さん早くして。俺今こっからみんな撮ってたじゃないですか。ここから全部自撮りです、今。しんど。うわ、あ、何あれ、何あれ、うわうわうわ、あ、すげえ、うわ、すげえ。え、カエル出てきた。あ、カエルは無理、俺こんな熱いの出るの。俺カエルはダメなんだ。こいた。絶対使ってくださいよ、今。いや、いいよ。今こいたでしょ。こいてないよ。おい、やったか。やったか。ゴー。やったか。オッケー、ちょっと待って。いや、なんかめっちゃお腹減ってきた。これ、ほぐさないのがいいんですよ。信じてください、俺を。めちゃくちゃいいや、取れた。マジかよ。かわいい。今いくつですか。14。気持ち悪。ストレートに。あ、これいいわ。これ今めちゃくちゃいいです、絵が。なんかキャンプっぽいよね。うん、なんかずっとこれ多分垂れ流してでもいけますよ。日焼け止め塗りすぎて顔テッカテカなんですけど。塗ってきた、ちゃんと。山田君に借りました、今。中丸くん塗りました。いや、塗ってない。おっしゃ、真っ暗だ。向こうでんだろ。こっから飲んだ初めてなんですけど。え、あ、お金ない。あ、しまった。ありますよ。あるある。あ、今日ありますよ。今日下ろしてきたのね。はい、2090円。ありがとうございます。いいな。いいよな。やってみたかったですね、モデルとか。身長高いっていいよな。まあそうっすね、高いもいいっす。え、何を言ってんの。景色違いますね。なんでそっちがな。え、風磨いくつ。もう178です。そんなの。うん、あるんですよ、178。横がでかいからな、そこまで感じきれないんだよ。横がでかいっていう言い方がやめれます。だって中丸くんも178ぐらいありますよ。いや、俺6よ。中丸くん176あるの。これ高いっすよ。ちゃんと背中丸々ついてわかんないです。はい、背筋伸ばすと176あるの。ありますよ。頭だけで40センチでしたよ。後ろから引っ張られてる。怖いよ。想像しちゃったよ。近くで40あるの。グレーよ、もうグレー。俺、フーマの今ので、ね、俺初めてこんな想像してしまった。想像しちゃったよ。俺アルバム、ちっちゃいことごめんなさい、これ、すごい、いや、これ仕事からできんだ。これなんだ、これと思ったら、動いちゃった。南岡、動いちゃいましたね。ちょっと狭いから、こいつ前に出そうみたいな。違う、すんごい、なんか、の、めっちゃ怖かったよ、めちゃめちゃ面白い。ボトルフォルダーがあるから、あの、それ用の出すやつかなと思ったら、がっつり動きました。ライニングアラーですね。これもあれですか、どこ向かってんですか。これ今キャンプグッズ買いに行くんだけど、山がほとんど持ってきてくれてるから。はい、ありがとうございます。まあなんかちょっと必要なものはあるんで、そこでもしあったらそれ買おうかなぐらいですね。しばらくだってそれ山田がやりたいって言ってきた。そういうことです。
ガチメガネなんですよ。あ、出口じゃない？あは！マジで？ああ、そうなの？これな、お前時間ないんだよ今日。あ、やっちまったな。俺がワクワクしてる気持ち返せよ。盛り下がりましたね。渡っちゃうよ。おもろ。マジで最悪。いや、左車線じゃないですか。全然大丈夫です。あ、でもあと2分で着くよ。そうなんですよ。え、こっちの方がいいです。その、キャンプグッズ。あー、ここだ。あー、サーティワン。サーティワンあるよ。サーティワン食べましょうよ。食べよう。むせた。むせた。大きい声出したんですよ。普通にサーティワンうまいもんね。うまい。めっちゃ美味しいですよ。最高よ。普通どころじゃないです。はい、よいしょ、到着しました。ここでちょっと足らないキャンプグッズを買いたいと思います。お邪魔します。お邪魔します。お、サーティワンだよ。サーティワンだ。早速サーティワン。サーティワン。え、ガチ。すいません、サーティワンさん。あー、ちょっと営業時間外なんですけど。なんだよ、閉まってるとより食べたくなりますよね。確かにね。え、何味がお好きですか皆さん。俺は完全にチョコミントですね。あ、そういいですね。俺はね、はい、どっかに山田いないですか。山田っていうのはポッピンシャワーがいいね。一番人気です。パチパチ。あ、パチ。一番人気です。え、ちょっとほら、ここに行って。うち結構ずっとケーキでした。音ずっと入んないのか。山下さん、はい、チーズ。島中ってさ、はい、キャンプグッズとかも売ってんだね。なんか、そうですかね。何でも売ってるんですね。ね、巨大家具やつ。でかっ。島中って家具のイメージよね。広いな。うわ、ガチャガチャだ。わかっちゃ。今は鬼滅だよな。あ、でも今100円のがないですよ。あ、そういう時代ですか。もうそういう時代でしょ。ね、もうなんかクオリティが違うんだ。何が必要？鉄板です。ペッパーランチ作っていいですか。ガチでうまいです。作れんの？作れます、作れます。あ、これ作るんじゃない。カレーも作れます。あ、カレー、あ、いいね。なんか風磨がずっと言ってるから。でもカレー作るなら鍋も必要ですよ。カレー作るんでしょ。どうなの。なんかポケットに手突っ込んでるけどさ。全然ないです。カレーっぽい鍋探しといて。カレーどれ。絶対必要よ。けどこれキャンプ用のとこ探してみますか。じゃあ俺もちょっと。え、何これ忘れたの。かっこいい。ワンタンキルされた。鉄板、鉄板。アウトレット、あ、アウトレットか、アウトドア、レジャー、レジャー、レジャー、アバーベキュー、あ、ほら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 、ここだここだ、あ、ありそうありそうありそう、この辺や、いつでも、あ、でも、急に、あ、でもこういう系になっちゃうんだ、結局、いいじゃないですか、あ、いいの、この焼きそば作りたかった。え、アヒージョってなんかこんなんじゃないですか。スキレット、スキレット、え、あ、そう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 、こんなんですよね。そんなん、そんなん。600円、700円か。これ買っといた方が良さそうですね。うん、すこれだな。逆に、逆にこれ、逆にっす。ちょっとフマ消えました。わかんないっす、見てないっす。あ、じゃあまあこう行きましょう。巻かれた、巻かれたよ。そのまま買って、お、あったんすね。ありました、ありました。焼きそばいいよな。焼きそば、あ、焼きそばですね。いや、キャンプというかバーベキューといえばみたいな。ああ。いや、マジ広いな。広いっす ね、 ね、 楽しいよね。これ楽しいだろうな。見てるだけで楽しいですね。お願いします。まあ、どこに行ったんだろう。
全然出てこないですね。まずもう一個やってもらいたいのがあるんですよ。どこにいたの？いいスリーショットです。俺の鍋もいいですか？え？鍋もいいですか？まあ、かったね。あえてこれをちょっとチョイス。はい、ありがとうございます。めっちゃ安定感あるっすね。ありがとうございます。よし、じゃあ、はい、次、行こう。行きますか。これで、まあ、ある程度、山田が結構山田持ってたね。結構持ってます、僕。どこ？全然必要なかったっすね。うん。だってここだったらもうサイズもある。サイズあってペパーランクもあってこうやってもあってペパーランク食いてえな。なんかああいう明るいやついいよね。本当に食欲上がるし。めっちゃうまいんだよあのなんかバターみたいなやつ。うん、わかる。